こんにちは。一番丁寧な正弦定理、余弦定理、その5回目は円周角の定理を見てきた3回目です。円周角の定理、こういう円の円周上に一点があって弧 BC とつながった A、これが円周角ですね。ここが円周角、角 BAC が円周角、そして中心 O と結んだ角 BOC、 これがまあ中心角という名前でした。この2つの角の関係を見ていくのが円周角の定理でした。で、今まで1回目は AB が円 O の直径の場合、2回目は中心 O が角 BAC の内部 A 点、ここら辺ですね、こういうふうにある場合、そして中心 O が角 BAC の外にある、角 BAC の外に中心がある、こういう時にここの2つの角の関係どうかというのが、今日のこの3番目の皆さんに考えてくださいと言った問題です。で、この3番目考えるときに補助線を考えてみてくださいというふうに前回言いました。皆さん考えてみましたか？私はこんな補助線考えてみました。今まで AB が円 O の直径の場合、一番最初に見ました。2番目の場合、やはりこの丸1の結果を使うと丸2も解けました。ということで丸3の場合も中心 O を通る直径、それを考えてみました。ここですね。こういうふうに A 点から中心 O を通って向かいの円周上にまっすぐ直線直径を引く、そこを例えば D 点と置きます。こうすると丸1の結果どこで使えるでしょうか？求めるのはここですね。角 BACX とここの角 BOC との関係を求めたい。で、今このように引いてみました。 AB が円 O の直径の場合の円周角と中心角、使えるのはどこにあるでしょう？ちょっと書いてみますね。分かりやすくするためにまずここに一つ、この DAC というもの、ここに注目してみます。そうするとここに一つの絵、円周角、中心角、ここありますね。もう一つ注目してみたんですね。ここ A D、 ここ中心、そしてここに B、 角 DAB と中心角 DOB、 こんな2つの中心を通る直径に関わる円周角、円周角、ここですね。 DAC と DAB、 分かりやすくするために今ここBAC を X としましたけれども、ここを Y と置いてみましょう。ここ角 DAC は X プラス Y ですね。こっちの場合ここが Y、
そうすると、この丸1で分かったのは、ここが2倍の x プラス y、ここが 2y、 こういうことがここの丸1の時に分かりました。 AB、 この時は AD ですけれども、 A から D に行く辺が中心を通る場合、これ直径の場合ですね。その時に中心角は円周角の2倍、こういうことが分かっているわけですね。そうするとどうでしょうか。角 BOC、 これはどんな関係にあるでしょうか。そうすると角 BOC、 角 BOC はちょっとスペースの関係で下に書きますね。角 DOC、 この角 DOC からここ DOB を引いたものですね。角 DOB マイナス角 DOB、 こういうことになりますね。ここにイコール書いてみました。ということは角 DOC は2括弧 x プラス y、 そして角 DOB は 2y、 ここ 2x プラス 2y に展開できますね。ということは 2x という、こういうことを言うことができます。つまりこの時もここは 2x、 中心角は円周角の2倍、ということを言うことができます。この3つの場合すべてそういうことになりましたね。ちょっと整理してみましょう。3つの場合見てみましょう。こんな、まず B 点 C 点があります。中心 O、 中心が O、 弧 BC、 例えば3の場合 A 点がここら辺にあるわけですね。 A 点、ここ AX だとすると、この時角 BOC、 中心角ですねは 2X、 これ3の場合。じゃあ今度ここら辺でどうでしょうか。ここに A 点が移った場合、ここ、この時の X は、この時も角 BOC は 2X ですね。今度、ここら辺に A 点、ここ直径の時、ここに A 点が移った時、AB が直径の場合見ましたけど、まあ、AC が直径でも同じですね。ここ X、 やっぱり角 BOC は 2X ですね。やはり角 BOC は 2X、 つまりこの中心角はこの円周上に A 点が移って行くとき、どの場所でもそこの円周角の2倍になる。逆に言うと、ここの角 BOC は同じですから、どこに行ってもこの X 同じ、この中心角の2分の1になる。 X は2分
1角 BOC ということが言えるわけですね。一つの弧に対する円周角の大きさはその弧に対する中心角の大きさの半分である。同じ弧に対する円周角の大きさは全て等しいという二つの定理としてまとめていて、これが円周角の定理、ようやく円周角の定理。まとめることができました。さあ、次回はこの今までの5回の学んだ内容をもとに正弦定理をまず考えてみましょう。正弦定理とはどんなものかを次回一緒に学んでいきたいと思います。今日はここまでです。